演奏記号は五線寄付法による楽譜にあって演奏をするために必要な様々な記号のうち五線、音部記号、表紙記号、音符、休付、調合、臨時記号などを除いた重要であるが寄付法上必要不可欠な要素ではない記号を言う。演奏記号には文字を用いて言葉によって示すものとそれ以外のマークやシンボルによるものとがある。 文字を用いる記号を標語という。標語は基本的にイタリア語で書かれる。声楽曲の場合にはその曲の歌詞の言語で書かれることもあり、気楽曲でもドイツ語やフランス語で書かれることもあるが、全体としては例外的である。また、標語を含めた様々な音楽用語を落語と呼ぶことがある。以下に示されるわけの多くは一般的なわけによっているため、 必ずしも音楽表現に最適の訳とは限らない。関高弘のように専門用語としてではなく日常用語としての理解が必要と特にイタリア語の音楽用語の文切り型解釈を批判する人物もいる。音の強弱を表す記号には一定の強弱を表すもの以外に特定の音だけ強いことを表すもの、強弱の変化を表すものなどがある。 表記の方法としては、ホルテ及びこれらを組み合わせたもの、アクセントなどの記号、クレッシェンドなど文字での指定などがある。テンポを表す記号このほか、装飾音の項目を参照。発行年順、ありがとうございます。